山内和也は、日本のウイルス学研究者、獣医師、農学博士。専門は、ウイルス学。東京大学農学部11区産学科卒業。北里研究所所員、国立予防衛生研究所室長、東京大学医科学研究所教授、日本生物科学研究所主任研究員を経て、東京大学名誉教授、日本ウイルス学会名誉会員。 ベルギーリエージュ大学名誉博士。1931年7月17日、神奈川県生まれ。国立予防衛生研究所室長などを経て、東大科学研究所教授。天然糖と牛液という二大感染症の根絶に貢献。牛液根絶計画では、国際重液事務局顧問を務めた。また、2000年初頭の牛海面上脳症問題に絡み、 食品安全委員会プリオン専門調査会の委員を務めた。伊香県時代は、実験動物研究施設長、組換 DNA 委員会委員長や倫理委員会委員長などを務めた。伊香県の前は、国立予防衛生研究所マシンウイルス部で、マシンウイルス、鳥白血病ウイルスの研究を、その前は北里研究所でワクチンを研究。また UC デイビス校に留学時代は、 豚のポリオウイルスの研究もしていた。スローウイルス感染症、組み換え急液ウイルスワクチン開発、マシン、イヌジステンパーウイルスといったモービリウイルスの研究を通じ、現代のウイルス研究に大きな貢献を果たしている。2000年代初頭より発生した BSE に関する一連の問題では、感染症研究の第一人者として衆議院にて参考人を務めるなど、 オピニオンリーダー的な役割を果たした。モービリウイルス研究で日本農学賞を授与されている。主な著書にエマージングウイルスの世紀、ウイルスと人間、史上最大の伝染病牛液根絶までの4000年、ウイルスと地球生命、近代医学の先駆者、ハンターとジェンナー、ハシカの脅威と脅威、ウイルスルネッサンス、ウイルスのイミロン、 生命の定義を超えた存在などがある。2018年に出版したウイルスの意味論、生命の定義を超えた存在は、各界からの反響を呼び、ダヴィンチ本誌の人気連載コーナー、この本に一目惚れでも、コロナウイルスについて様々な議論が交わされているが、ウイルスをずっと見つめてきた科学者の言葉をこそ読みたい。と紹介されるなど、重版となっている。また、 新型コロナウイルスについてもウイルス学が専門で感染症の歴史や新興感染症に詳しい第一人者としてメディアから取材を受けている。半世紀以上にわたりウイルス研究と感染症対策に携わってきた氏は脅威ではあるが敵対するものではないとウイルスと人類の関係とに独自の考えを持っている。新型コロナウイルスの流行は 野生動物と接触する機会が多い現代社会の環境が背景にあると指摘し、ウイルスと人類の関わりを考え直すべきだと提言している。ありがとうございます。